はい、9月10日土曜日ね。はい、フィリピンの方、日本にうじゃいじゃいますからねって、うちの地方だとそれほどでもないかな。うちの地方はちょっと色が濃い方が多いかもしれない。まあ一緒に働いたことはないからね。だからニンニク臭いのか何やカレー臭いのかはちょっとよくわかんないよね。はい、老老介護ならぬ老老美容室時代突入ですね。ああ。やっぱりね、いくらコスプレしてもね、あの体型っていうのはね、ごまかせないからね。やっぱり足腰が悪くなったらガニ股になって歩くのが遅くなっちゃう人いるじゃない。そうなっちゃうと70前なのにやっぱ老人っぽくなって仕事できるのって感じになっちゃうよね。やっぱね、背筋がピシッと伸びてないと老人っぽくなっちゃうからね。ダンスでも社交ダンスでもすりゃ背筋伸びんじゃねえのって言うけど、あれはねえ、背筋が伸びてるから社交ダンスを続けられるんだって。やっぱり社交ダンスしたからって背筋が伸びるっていうような感じじゃないよね。猫背や猫背のまんまだよね。サロンワークは今よりもっと白髪染め中心になってくるんでしょうね。いや、カット中心になってんじゃないの最後。白髪染めするってのはまだまだ若い美容室だよってね。はい、ロックオン先生、毎度毎度ね。まあ外国人美容師ね。でもさ、外国ってさ、国家試験ってあんの、あれ美容関係の。まあ日本は国家試験だけど、それこそフィリピンとかヨーロッパ、アメリカ、美容師の資格って必要なのかね。まあ床屋さん系だとカミソリ使うからね。だけど日本で、日本の美容の仕事を覚えようと思ったら日本で働かなきゃなんないかんね。と5年間5年ぐらいで何も覚えられないよね。で、国家試験取って何十万もかけて。で、最大5年間っていうのは在留資格5年間。で、それ過ぎたらやっぱり帰んなきゃいけないの。だから、安直に日本に来て美容師の資格取って5年働いて帰って、で、国で日本の資格持ってんだ、みたいに、で、自慢するんだったらいいけど、あとは、やっぱり日本人の方と結婚して、で、こちらで、在留資格ってなんていうの、もう永住資格よくあの亡命ってなんなのよ、よくわかんない。いつ入国がダメで亡命はいいんでしょ。そもそもね、5年ぐらい美容師でも床屋さんでもやってね、何になるのって、やっぱね、20〜30年やんなかったらうまくなんないよね。はい、柴ちゃん先生、毎度毎度ね。うちも若いスタッフ入らないから外国人を雇うことを考えましたが、美容師免許やらピザや文化、言葉の問題もあるので難しそうですね。ああ、なんか都合が悪くと言葉わかんないとか言ってね。近所の工場やカレー屋さんのように働く、安く雇い技術も習得できて、よくカレー屋さんにね、インドの方がよく働いてるよね。あれ、仲間が仲間を呼ぶのかな。うちの方もね、やっぱり多いよ、カレー屋さんが、インド人がやってるところ、ネパール料理とか行って、なんかね、あっちこっちに作るんだよね。あっちに1軒、こっちに1軒って、もう自転車で行ける距離にね、1軒、2軒、3軒でできて、で、ダメなとこはとっとと潰してね。で、やっぱ美味しいのは何ぐらいが美味しいよね。あと、わけわかんねえカレー、やっぱり美味しくないよね。通信で美容学校を通わせて、一応ルールだとね、国家試験取るまでお店の中入れらんないからね。なんでもって、2年ぐらいしか働けない。2、3年しか働けないじゃん、な金かけても。つまんないよね。まあ、昔からよく言うのはさ、あのくだらねえスタッフ1人入れて揉めるんだったら、少ない人数で売り上げ少なくてもいいから頑張って働いた方がよっぽど儲かるとかって言うよね。それこそしつこいけどさ、シャンプーカットやめてさ、カットだけでしちゃえば、若い人なんかいらねえよ、カット切るだけでシャンプー省いちゃえば。シャンプーが一番時間食ってめんどくさいからね、乾かすのとかね。シャンプーカットやめちゃうと結構若い人なんかいらないよね。はい、お疲れ様でした。